俺たちのことを根掘り葉掘り喋ってるやつは誰だ。腹ごなしに痛めつけてやろうぜ。いや、痛めつけるだけじゃ済まされねえ。俺たちの縄張りを踏み合わせやつは皆殺しだ。危ないで、のが、おわく、なんで俺が。やろう、黙って。つける。なんとかしなければ。手を出すなという命令だぜ。3対1じゃ卑怯だぞ。マテギ、これで3対3だ。おお、チビにしてはなかなかやるな。チビなんかじゃない、銀と呼べ。俺は熊犬に銀だ。ほざくな小僧。おっ、素早いやつだ。おい、見てろスイス。ああ、黒虎なやつ、銀の動きについていけないようだぜ。俺より動きの速いやつがいたとはな。ダメだ、走り回っているだけでは倒せない。隙はないか、隙は。でも食らったら骨を砕かれてしまう。どうしたら互角に戦えるかだ。どうしたんだベンは。なあに、噛ませておいて相手が疲れるのを待ってるんだ。そこがベンの波のやつとは違うところ。ベン、早くそいつをやっつけてしまいな。ベン、クロス、どこにするな。誰も俺の牙を踏み切ることはできんぞ。クロス、動くな。命令だ。手出しはするな。しかし、このままじゃクロスがやられてしまうぜ、ベイン。ベイン、ベイン、ベイン。さんの約束、手出しはならん。でもクロスが。覚悟の上よ、構わないで。クロス、大丈夫かい。余計なお世話よ、おやし。小僧、邪魔すんじゃねえ。待て。おっと待て、クロスは女だ。やるなら俺をやってからにしろ。何、女だと。銀、戦いの男も女もない。貴様ら俺を女と戦わせるとはな。やっちまえ。こっちだ。おっと、どこへ行くのよ。お前の相手は私よ。やめろよ女、それ以上からかうと殺すぜ。やってみなよ、甲斐の負け。あんたらの本当の力を見せとくれ。それなら私も本望さ。本望？一体お前たちの目的は何なんだ。一軍のボスにしては少しばかり物足りねえな。俺を侮るな、赤虎。戦いはこれからだ。俺の名を知ってるな、やっぱり。行くぞ、赤虎。負け。
間違いない。チルトラ、クロトラ、やめろ。勝負は終わった。なんだと？どうしたんだよ、ガトラ。わけは後で話す。それよりクロトラは？チビを追って林の奥へ入っていったぜ。早く探し出すんだ。野郎、どこへ消えてしまったんだ。やはりガキだ。おじけづいて逃げたな。こっちだ、クロトラ。熊犬の力、今こそ見せてやる。パン！いないぞ、どこ行ったんだ。おい、これが銀の作戦だった。幼い時、武田の実様から受けた血の滲むような特訓が思わぬところで実を結んだ。あ、止まった。クロトラ、しっかりしろ。